ポテンピッテンガリアン、ポテンピッテンガリアン、ポテンピッテンガリアン、ウーポテンカマニアン、カマニアン、ポテンくん、ポテンくん、ポテンくん。やっほー、エミネーだよ。はい、今日は、じゃじゃーん、見て、めっちゃ可愛くない？近所のスーパーでめっちゃ可愛いホットケーキミックスの素をね、見つけたんですよ。これを使って美味しいホットケーキを作ろうと思います。で、この間インスタで久々の質問相談コーナーを募集したので、それを答えながら、作りながら、食べながらやっていこうと思います。絵本みたいでめっちゃ可愛いよね、これ。一目惚れだった。みんなもよかったら近所のスーパー探してみてください。ホットケーキ作るのとか何年ぶりって感じ。ももちゃんがめっちゃ見てる。ももちゃん？ももちゃんは食べられないんだよ。危ないからね、ももちゃん。ももちゃんごめんね。まずね、材料が卵1個と牛乳が60リットル。CC? ミリリットル？です。私一応さ、パティシエだったの、元々パティシエだったからお菓子作りはとか言いたいんだけどさ、マジで何年ぶりってくらいなんかこんなホットケーキすら作ってなかったわ。あ、違う、これじゃないよ。なんとなくね、容量は分かるのよ。あ、どうしよう。辛いれがない、辛いれがない。あ、汚れた、汚れ。お、きっときっちゅっ。まず卵をかき混ぜます。うちにさ、ホイッパーがなくて、ホイッパーなしで菜箸で混ぜるっていう、なんかお母さんとかがやりそうじゃない、こういうの。お願い、本当に美味しそうなやつ作りたいからお願い。いやー、なんかこういう系の動画さ、初めてじゃない？なんか一人でこうやってさ、ガスボンベ使うのめっちゃ怖いんだよね。いつもたけちゃんにお願いしよってけど、初めて一人でできた。あ、そう、 YouTube で報告したかったんやけど、私アパレルブランドでエミュットっていうブランドをやってるんだけど、そのブランドでね、いつも楽しみにしてくれてる方へ感謝の気持ちを込めまして、来月5月の15日にオンラインイベントを開催することになりました。みんなにどういうイベントがいいって聞いたら、めっちゃみんな4トンやったーって言ってくれたので、念願かなって4トンできます。私と1対1で喋れるので、ぜひみんな参加してください。今回ね、結構枠が狭いんですよ。詳細は今日概要欄に書いておきますので、ぜひチェックしてください。喋りすぎてさ、フライパンが熱くなりすぎちゃった。バター10日。あ、いい感じ。だって、ちょっと待って。どうしよう。バターめっちゃ溶けるの早いじゃん。ちょ、こんなつもりじゃなかったんだけど。じゃあ、流していきまーす。昔さ、私めっちゃホットケーキこだわって作ってた時期があったのよ。10日。あ、待って、髪の毛入ってる。熱い！はい、そして蓋をします。おい、いってらっしゃい。待って、作り方にさ、フライパンを温めたら一度濡れ布巾の上で冷まします、油は引きませんって書いてる。めっちゃ引いちゃったくない？なんかこだわってバターとか買って引いちゃったけどさ、色くったらしい。上にさ、上にこうやって乗っけるのか、生地には使わないのか、ちょっと、すぶったわ。恥ずかしい。じゃあ、焼いてる間にみんなからの質問とか相談を読もうと思います。友達とエミネイベントあったら行きたいです。福岡とかありですか？今のところ実際に会えるイベントは、ちょっとないんやけど、オンラインイベントがあるので、よかったらね、お友達と参加してください。会いたい、早くみんなに。前の子見ると、アイプチしてる自分が嫌になります。埋没してる子とかって、結局、アイプチしてる悩みを乗り越えて、まあ、自分でね、その道を選んだからさ、まあ、結局ね、努力してるみんなは偉いよっていう話だよね。整形を進めるわけじゃないけど、埋没すると、本当に世界変わるし、なんか最近、本当にさ、YouTuber さんとか、Instagramer さんとかもさ、埋没に対して何の抵抗もなく、全然言ってるじゃん。もうそれくらいアイプチみたいな感じだから、いつかアイプチ卒業するぞっていう、こう、視野に入れてもいいんじゃないかなって思う。あー、待って待って、お、え、待って、なんかすごい気泡がすごいよ、これ本格的なんだけど、超いい匂いする。ストップ。フライ返しもう一個ないんだよね。どうしたらいいかな。ではちょっとみんな見て、アウトじゃね？いきまーす。はい、あ
けど、真っ黒だよ。焦げ臭い、めっちゃやらかした。わあ、熱い。どうしよう、もう一枚焼こうかな。リベンジ戦を焼いてる間に黒いお友達を食べます。あ、でもなんかね、意外とすごい絵面じゃない、やばくないこれ。じゃじゃーん、完成しました。ここからさらにトッピングをしていきましょう。バターと、これ溶けるんかな、蜂蜜、蜂蜜さんを。うわー、美味しそうすぎる、やばい。今日ホイップクリームも買ってきたんだよね。いちごに生クリーム。はあ。うん、おいしい。こんな感じ。盛り付けのセンス。じゃあいただきまーす。うん。このホットケーキミックスめちゃくちゃ美味しい。なんかふわふわシュワシュワって感じ。めっちゃ美味しい。やばいよ。甘いものにはしょっぱいものかなと思って納豆巻きを買ったの。うん、最高です。炭水化物、炭水化物、うん、でも野菜があるか、みたいな。お待たせいたしました、質問を再開しようと思います。マッチングアプリの自己紹介文を教えてほしいですね。ミネに受けをされてアプリ入れた。当たり障りないこと言っとけばいいんじゃない。なんか料理ができますとか、ファーストの会話につながるようなことを言っとけばいいんじゃない。なんかこの子と一緒におれたら楽しそうやなって思わせる一言入れるとか、例えばお料理が得意ですとか、運動が好きですとかさ、付き合った後に二人で何かができそうなこととかをさ入れておけば、共通するような男の人が、まあ、マッチしやすくなるんじゃないかなって思う。なんか付き合った後イメージできる一言ってすごい大事かなって思いますね。昔のメイク再現してほしいです。え、やばいよ。前髪今こんなんやけど、ちょっとできるかな。ちょっと考えますね、企画で。次の髪色真っ黒にしてほしいです。真っ黒にしましたよ、私。どうですか皆さん、真っ黒ですよ現在。真っ黒でインナーにちょっとシルバーを入れてる。めっちゃ可愛いのこの色が。垢抜ける方法知りたいです。やっぱ一番はダイエットじゃないかな。私前出した垢抜けの動画あるやんか、あの時と今の顔ってマジで違うのね。でさ、あの顔でマジで垢抜けと何を語ってんだって今なら思っちゃうんだけどさ、なんかその時も思ってたけど、ここが一番だと思わずに1年後その動画を見返して、これ垢抜けじゃないって思えたらいいなと思ったから、まあすでにちょっとやばいなと思って、まあ、ダイエットとやっぱもう自分に似合うメイクを見つけることかな。エビ姉さん、毎回書いてさ、ありがとうございます。お洋服買うときに気をつけてることやサイズなどどうされてますか。最近パンツとかをね、買うとき、前は結構ジャストサイズで買ってたんだけど、ピタッとなりすぎるとなんか一気にちょっとやぼったい感じが出ちゃって、ちょっとゆとりを持って履けるくらいのサイズ感で最近買ってる。あと私あんまり試着をしないから、まあ、このお洋服はどういう感じで着たいみたいなイメージをしっかり持ってお洋服を買うかな。モチベの上げ方を知りたいです。あのね、私はロールモデルさんを探すことかな。私のロールモデルさんは石原さとみ様なんですよ。さとみ様を見るともう泣きたくなるくらい、涙が出るくらい、すごくすごくすごく尊敬の気持ちが込み上げてくるのね。本当に憧れる人を一人自分の中にしっかりと置いて、その方になれるように日々近づけるように頑張るかな。まああと恋とか、恋もすごいモチベが上がるよね。結婚何歳でしたいですか。二十歳くらいの頃はもうすでに結婚して子供までおる予定やったんやが、全く見込みないんやが。うん。お餅の犬種は何ですか。お餅はね、ポメプーです。ポメラニアンとプードルのミックス。初彼氏は何歳ですか。初彼氏は中学1年生だから14歳ぐらい。アパレル作るのあんまりおすすめされないんですが、みんなはどう思いますか。アパレルをね、舐めてる人多すぎな、この世の中に。アパレルの店員さんがどれだけすごい仕事をしてるかってね、周りはね、舐めた目で見すぎって思う。まあ、将来就職する場所がアパレルじゃないとしても、例えば大学生の子とかってさ、バイト先にアパレルを選ぶっていうことが結構あると思うんだけど、あ、すっごくそれってね、正解だと思ってて、アパレルの職業って、学校とか社会に出てもなんか教えてもらえない部分をアパレルの職業で教わる感じ、わかるかな？例えば上下関係とかもそうだけど、お客様に対してのこう言葉遣いとか、気の使い方とか、そういうのこう自然とこう学んでいく場所なのね、アパレルって。
それにプラスでファッションとかセンスも磨かれるし、お金は限られてるけどファッションにお金を使いたくなっちゃう、なんかこの子うまいやりくりみたいなね、そういうのも結局アパレルの時代に結構身につくのよ。で結局社会に出た時にちょっと垢抜けた女性になって社会に出るから、私がもし子供がいるんだったらそのバイトのうちとか、まあその将来の夢もそういいんだけど、アパレルってすごい大切なことをね学ぶ職場であるなって思うから、他じゃ学べないところをしっかりとこう学べる場所だなって思うから、舐めないでくださいって私本当に思いますね。エミネの方言クイズ欲しい。わかりました。納豆食べ過ぎてなんか口がすごいネバネバする私の方言は大分弁です。いきますよ。あんたそげんなことばっかしてからおちょきわえ。わかる方ぜひコメント欄にお願いします。では最後です。こんなご時世暗いニュースばかりなので最近大爆笑したお話してわかりました。あるよ。この間ね、なんかおもちゃんの動物病院に連れてって、まあ、健康診断をしてもらうので毎月で、その時に先生にこうやって足腰とかバーってこうチェックされて、もう体格もすごくいいね、体重もすごく増えてきたね、もうすごい立派に育ててすごいねってすごい褒められたのね。もう大きいねっつって、でもね、お母さん、ちょっとこれだけは聞いてください。嫌な思いしないでくださいね。おちんちんがね、とてもちっちゃいんです。ちっちゃいんです。先生に言われてさ、体が大きいんだけどね、おちんちんの部分はとてもちっちゃいんです。赤ちゃん並みですって言われて。そんなん言わんでやってくれと。お餅をそっと抱きしめたよねっていう、爆笑エピソードがありました。はい。おもちゃおちんちんちっちゃいらしいです。はい。はい、ご覧ください。また全然食べてねえんですけども、またたけちゃんを犠牲にして、最後まで食べようと思います。はい。ということで、終わろうと思います。私、インスタグラムやツイッターもやってますので、では最近ね、TikTok も始めたので、よかったら、フォローしてください。ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おちんちんちっちゃないのだよ。おちんちんちっちゃないのだよ。ごめんね、こんなままでごめんね、おもちゃん。あ、臭い。